女子ゴルフの渋野日向子が24日、岡山県倉敷市のマスカットスタジアムで、自身が主催した渋野日向子杯第2回岡山県小学生ソフトボール大会決勝に参加し、今年を振り返る漢字1文字に、情を挙げた。渋野日向子は、情けないの意味でしかない、と説明。米女子ツアー本格参戦2年目の今季は、7月に発症した左手親指の腱鞘炎の影響で不振に陥り、ポイントランキングは83位。来季のフルシード権を失う不本意な1年となった。準シードで戦う来季、ある程度の試合出場は見込めるが、このままじゃアメリカツアーでは戦えない、と危機感を覚える。来季初戦も含め、今オフの予定もまだ完全に決まっていないが、スタートダッシュから頑張らないと、と米女子ツアー3年目の巻き返しを誓った。この日は自身も小学生時代に打ち込んでいた競技で子供たちと交流し、元気をもらった、と笑顔。始球式では自らマウンドに立って東京五輪日本代表で金メダリストの原田のどか、昨年引退した山田恵里さんと1打席勝負を行った。ゴルフ教室やサイン会も行い、2年連続で地元、岡山に恩返しをした。渋野日向子、情に、這い上がっていくしかない、ソフトボール大会主催で子供たちから得た学び。女子ゴルフの渋野日向子が主催する渋野日向子杯第2回岡山県小学生ソフトボール大会が24日、岡山県倉敷マスカットスタジアムで行われた。大会終了後に取材に応じ、今年は3戦目でトップ10からスタートして、そこから指が痛くなって、スイングもごちゃごちゃになる、気持ち的にもごちゃごちゃになる。だんだん右肩下がりのシーズンだった、と振り返った。今季は試行錯誤が続き、ポイントランク83位。80位までに付与される来季シード獲得を逃したものの、同ランク81から100位の資格で一定数の試合には出場できる見込み。渋野日向子は、落ちるところまで落ちたと感じるので、来年以降は上に、這い上がっていくしかないという思いはある、と言葉に力を込めた。この日は小学生たちが一生懸命プレーする姿を見て、刺激を受けるとともに学びを得た、最後の最後まで諦めないでやっている姿を見たりして、学ぶものもありますし、頑張らなきゃいけないという思いもある。やっぱり小学生のソフトボールをやっている姿を見ると学ぶものはたくさんある。19年に全英女子オープンを制した実力者は、子供たちからもらったパワーを胸に復活を目指す。